今回は台南らしさをマンションの中に取り入れようというふうに思ってます。で、台南らしさというのは、こういう港町であったりとか、それから歴史的な、重厚的な建物があったりとか、それから自然がたくさんあるとか、そういったそのものをこのマンションに住む人がそういったその台南らしさを体験しながら、リラックスしながらこう住めるように、マンションのあらゆるところにそういう台南らしさを入れながらデザインしてます。日本的なところで言うと、奥ゆかしさっていう言葉が日本であるんですけど、奥ゆかしさですね。奥ゆかしさを、今回その建物の中に、取り入れようと思いました。で、日本でいう奥ゆかしさっていうのは、いわゆる高級というものをただ単純にこういろんなその高価な材料を使って表現するだけじゃなくて、やっぱりこういろんな人のそれぞれのシーンをこう考えてあげて、それぞれのシーンをきちんとこう作ってあげて、エントランスから家までちゃんとこうシーンを作って、運んであげるっていう、そういう作り方が奥ゆかしさっていうんですけど、それを今回のマンションでは取り入れています。まず建物が、入りますと、建物入ったら天井高が8メーターぐらいのすごいこう大きなあのエントランスの中にこう自分が入ります。で、それで左を見るとコンシェルジュがいて、で、もういかにもこのホテルのようなちょっと高級なラグジュアリーなホテルのようなデザインになっています。材料は石と木をたくさん使って、本当に公園の中をこう少し建築化したような、そういう内装になっています。で、片や今度反対側を見ると、それこそ本当に公園の中に図書館があるようなイメージで、ライブラリースペースというものを設けています。で、そこのライブラリースペースというのは本当にもう自分で本を読んでもいいし、例えば自分のお子さんがそこで勉強をする、そういうその環境をきちんとこう整えてあげる、いろんな本があって、その中で集中してこう勉強できるような、そういうスペースも設けています。そこの天井も8メーターぐらいあるので、非常にあのラグジュアリーな雰囲気で勉強もしくは自分の趣味の本を読んだりすることができる、そんな空間を作っています。4階は、このマンションに住んでいる人たちが、みんなでこう使えるコミュニケーションを取れる、そういうスペースにしています。ですから、4階の、キッチンスタジオという、大きなキッチンがあって、みんなで大きな、テーブルに集まって、そこで食事をしながら、子どもたちが横で遊んでて、で、もう一つはシアタールームがあって、なんかそういうその本当にこういろんなスペースができるような、いろんな催し物ができるような、キッチンスタジオというものを作っています。それからもう一つ、キッチンスタジオとは別に、もう本当に大事な人たちがこのマンションに、ホテルとして泊まれるように、客室ゲストルームというものを作っています。それから、ヨガスペースとか、あとはスタディールームとか、ちょっとこのマンションの中で、いろんな、運動ができるような、ちょっとした運動ができるようなスペースも、作っています。で、ここは本当にそのマンションの人たちがみんなでこうワイワイ、賑やかにこうコミュニケーションできる、そういうスペースの、つもりで今回はデザインを考えています。で、22階にそのルーフトップがあります。で、今回このルーフトップというのは、ここに住まれている入居者の人々が、本当に自分の大切な人、もしくは大切な時間、そういう時に自分の家とは違う別荘の感覚で使ってほしい、そんな思いがあって、上にそのルーフトップの、ビラを作っています。ビラですから、やっぱり普段の家のその使い方とはちょっと違う、すごく非日常的な使い方ができるように、もうドアを開けたら水盤がボーンとあって、で、水盤の向こうには台南の景色が見えて、で、その台南の景色を見ながら、スパに入って、気持ちいいアウトドアのシャワーを浴びたりとか、あるいは、こっちの部屋に行くとアウトドアのテラスがあって、そこで大切な人とコミュニケーションを取ったり、そんなスペースができるようなビラを22階に作っています。私たちのデザインはすごくいつも気を使っているところがあって、それは何かというと、自分たちのデザインをやっぱり押し付けないということを考えています。やっぱりそこを使う人、あるいはそこにこう立っている雰囲気、その場所性、そういったものをやっぱりこう一番重要視しているので、ですから今回はその例えば台南のマンションを作ります、デザインします、
そういう時に自分がこうしたいというよりかは、やっぱりここに住む人がこの環境の中で、この台南の素晴らしい環境の中でどういうふうにやっぱり過ごしてほしいかっていう、それをやっぱり自分でまず考えて、で台南のこういうやっぱりこう、海があったり、歴史的な重厚感のある建造物があったり、でこういうたくさんの自然があったり、こういったものを、新しいデザインで、皆さんにやっぱりこのマンションの中で過ごしてほしいので、それをやっぱりこう一番大事にしてデザインをしていく、これからはやっぱりそういうのが一番大事な設計の理念になっていくんじゃないかなというふうに思います。